僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキローです。おしゃべりひろゆきメーカーで遊ぼう。はい。おしゃべりひろゆきメーカー流行ってますね。うん。ひろゆきさんの生配信の様子。はい。を全部なんかね、打ち込んだ文字を言ってくれるみたいな。うん。ね、ひろゆきさんが言ってくれる。すごいサービスですよ。うん。まあ、ひろゆかない震えてんじゃないですか。ああ確かに。どうだ震えてるかひろゆかない。どうした。何でも喋るみたいよ本当に。へえ。もう一回バキバキ童貞ですって言わせていい。おお。言える？本当？言ってくれるんだよな。言える？俺しか言えないはず。うん。ほうほう。バキバキ童貞です。おお。おお言った。すごいね、うん、これ緊張で声裏返ってたけどバキバキ童貞です本当だひろゆきさんがあのインタビュー受けてたらそうなってたんだなるほどねコピペ音読みたいな僕らやったじゃないですか、はい、あれ確かにひろゆきさんに読ませるわけですよ。お俺みたいな中3でグロ見てる腐れる他にいますかっていねえか母がいます。あちょっとこれ言ってみましょうか。一応ひろゆきさんっぽいひろゆきさんがね、はい、そう中3ぐらいの時とかってこんな俺みたいな中3でグロ見てる腐れ野郎他にいますかっていねえか歯は今日のクラスの会話あの流行りの曲かっこいいとかあの服欲しいとかまあそれら普通ですわなちょっとマスオさんみたいな声の感じもなんか出せますね。うん、うん、ね抑揚があってひろゆきさんっぽいあのポのやつだこれはいポのやつね一回土壌からいける土壌から、はい、人と喋ったことはないけど空に向かって話しかけたことは何度かあるぞ。ポは、いつも孤独を感じると、ベランダに行って青空を見るぞ。この青空の青色が、パソコンの色では味わえない自然の色だから、いいぞ、これ。夕日を見ると、ポは涙が出てくるんだぞ。涙で目が霞んだまま夕日の光を見ると、そこには、夢と希望で毎日が楽しかったポが見えるんだぞ。毎日空を見てて飽き飽きしてたあの頃に戻りてえなうまいな後半だけちょっと読んでみようか。後半の俺の好きなところだけね。夕日を見ると、とは、涙が出てくるんだぞ。涙で目が霞んだまま、夕日の光を見ると、そこでは、夢と希望で毎日が楽しかったとが見えるんだぞ。毎日空を見てて飽き飽きしてたあの頃に戻りてえな。黙ってますね。うん、でもいいっすね。ポ感はあったの、だいぶ。あった、あった、あった。ただってあれ、いきなりですか、スケートダンス。スケートダンスポで調べても出てこないね。スケートダンスポなんか出るわけね。じゃあこれ、はい、動画作成します。前にジャンプでやってたスケートダンスとかも、32巻とか普通におかしいんだよな。あれ10巻もいらない内容だったと思うぞ。ポッチャマだって生きてる年数に見合ったものがないんだからさ。ま、あ、論破されてました。敬語の方がこの人合いそうだね。ああ、なるほど。ちょっと俺が好きなやつ読んでいいかな、ちょっと。はい、スイッチ新型転売のやつ。はい、この香ばしさがまた伝わるかさというわけなんですけど、うん、転売してるくせに、はい、なんか嫁が泣き崩れたりとか、はい、このおもちゃ買えないとか、はいはい、言い張ってるやつ。うん、動画生成ができなかったんです、今。なるほど。NG ワード。チャカが含まれてる。違う。チャカってそっちじゃないのよ。言ってないのよ。チャカダメなんだ、これ。おもちゃ買えなくなるね。一回チンコだけいい。チンコって言うから。NG ワード、チンコ含まれてる音声の生成に失敗。うん、うん、チンボッコは。チンボッコ。チンボがダメなんだ。ああ、バキバキ童貞よく通りましたね。うん。確かに。童貞は大丈夫なんだ。ちょっとじゃあ僕がよくやってるの。全然卵割り機のマスオのリアクション。いやー、うまい。いや、うまいはまだ AI にはできない。ばーまい。やっぱり機械で割った卵は下で違いますよ。一旦安心です。うん、出て。うん。この匂いはこれできないよ。そうね。でもこれが人間だぞっていう。お宅ではござらんのでは、うん、敬語っぽい。あ、フォルカポー。ああ、そうだ。いきます。動画先生。私みたいに一頭引いた見方をするとですね、ポスト映画のメタカーと。商業主義のきっちりさを引き継いだキャラとしてもですね。草比奈美空の文学性はですね。ポカヌと拙者これではまるでオタクみたい。
拙者はオタクではござらんのでことを。難しいね、やっぱね。勢いが必要なものが。うん。まあ、私みたいに一歩引いた見方するとですね。ステーブルのメタファーと、小教師のケチさを築いたキャラとしてですね。朝日の見くるな文学者ですね。ポカルポー。拙者、これではまるでオタクみたい。拙者はオタクではござるので、コポこれだよ。やっぱ勢いがあるやつなかなか、うん。まだまだ俺たちのが、うん、コイッピアメンうまいですね。そうですね。ルイズ。うん。のコイッピですね。ルイズ、ルイズ、うわー、うん。じゃあルイズの冒頭100円の字言ってみましょうか。ひろき。これは言えないでしょ。そうね。ルイズ。ルイズ。ルイズ、うわー。ああ、あか。ああ。ルイズ、ルイズ、ルイズ、うわー。あ、くんかくんか。くんかくんか。スハスハ。スハスハ。しこってるね。意外に相性良かったですね。まあ、勢いを消してしまうひろゆきメーカーが、はい、逆にそのしこってるふうに見える。マジすぎます。いや、マジすぎたね。キモかったな。一応、ヌードル対麺吉行こうかな。素敵なお店でチャーミングヌードルグースープもグー野菜はグー油もグー全マシ最高トッピンググ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 。最近お笑いブログとして評価が急上昇のヌードル店麺吉です。各爆笑。誰ですか、お笑いブログ部門でうちのブログ推薦したのは。うちはラーメンブログなんですから。大爆笑。すごっ。改めてすごいコッペだな。と言いました。ラーメンだけで呼ばれてその頃はどちらも麺吉の得意分野です。ドルテ麺吉です。これがね、好きでシンプルで好きなの。整いました。ラーメンとかけてお笑いととく。その心はどちらも麺吉の得意分野です。かっこ笑いヌードルテ麺吉ですよ。爆笑。なんだ俺。ひろゆきメーカー、私帰るか。帰ろうぜ。帰ろう。新しいゲーム買ったら呼べよな。ああ。いいよもう。ちょっとどこ行くんだよ。俺の名前はバキバキドーテ。今になる動画界の皇帝。いじめられて走った皇帝。フルチンで踊る真剣な動画。フリーターの時回答インタビュー。ひねり出したパンチライン一発。人生はたちまち豹変。俺の名前はバキバキドーテ。